帯呉基地の桟橋に来ています。目の前にはまるで巨大な建物のような、隣にある船と比べてもスケールの違いというのは一目瞭然です。館内ご見学とあと撮影されると思うんですけども、要所要所細かい段差非常に多くあります。転ばれないように、皆さんが怪我されないようにご注意ください。どうぞ。これから加賀の中に入っていきます。もう見上げるだけでこのスケールの大きさというのが分かります。スロープを上がっていって、こんにちは、お願いします。お願いします。うわー、すごい広いですね。こちらは格納庫という場所になります。航空機を格納するスペース。格納庫使って皆さんの後ろ側が前側、監視側になるんですけれども、奥側に車庫、第一車庫という車両を止めるスペースで、この部分がですね、第一格納庫、奥側が第二格納庫、後ろ側には整備、航空機を整備する整備庫というところがございます。ここって何機駐機できるとかみたいなのあるんですか？今上空、今上の方からゆっくりと甲板が下ろされてきました。エレベーター式ということになっています。トラックの明かりが漏れてきました。ゆっくりと甲板下ろされていきます。空からの明かりが見えてきました。エレベーター式ということになっています。こちらが甲板ですね。でエレベーター式で上に向かっていくということで、空の明かりも見えてきました。大きい船ならではのこのエレベーター式ということなんですね。ちなみに向こう側が監視側です。こちら立てます。あっという間に甲板ごと上に上げるという、あまり振動もなく、うわすごいな。後ろ来られてますか？後ろはこっちが乗ってくるとまたちょっとわからない。あ、なるほど。窓が大きくなって
普段はここで働いています。この部屋は航空機を管制する航空管制室というところです。普段は飛行長という方がこのエアボスの席に座って、飛行士2名がこの前の席に座って、勤務しております。改修で大きく変わったところとして、この窓が少し大きくなっております。この窓が大きくなったことによって航空機の発着感がより見やすくなっております。あと外ちょっと今見えづらいんですけど、航空灯火が新しくなってます。ちょっとここからは見えないんですけど、黄色いラインがあるじゃないですか、はいはい、黄色いラインの横にあの飛行場みたいなライトが追加されています。航空理想、はい、あと後ろからじゃないとちょっと見えにくいんですけれども、はい、後ろにでっかい形でっかいライトがちょっと追加になってるんですけど、またそこはちょっとここじゃ見えづらいので下に降りて説明させていただきます。ここが航空管制室。あと、飛行場でいう航空管制を行っている ATC というものが後ろで勤務しています。現在トムランチと面会にあり、現在はい、あのラインの左側にポンポツポツと赤いラインが今回ああいうのも一つですね。簡単に引かれたものです。あ、そう、中心、攻撃の進路を示す中心の線と、あと一番前ですね、監視側に来るタイミングを示すような黄色のライン。黄色のラインって何か名前あるんですか？ございます。そちらはちょっとまだ公表差し控えております。あと窓がですね、以前より 18% ほど、まあ、大きくなったというか、10センチ、15センチ、12センチ、そうですね、前から何か違和感なくフィットしてるからね。そうですね。5757、200フィートということは、60メーター、そんなもんでしょう。監視からの500ってのはヒートなんですよ。600フィートなんですよ、航空機は。小さいから。最初にご覧いただいた監視部分、あそこが、大きく変わっているところです。でこちらの方については塗装と、以外はほぼほぼ前と一緒です。ですのでそういった観点 で一番最初に乗られたあの第一昇降機、飛行機の乗る飛行機のエレベーターですね、あれについても改造とは特段していません。ですので、一番前の方をよくご覧いただければと思います。でこうやってあのご覧いただけるところの一番最初のところはあの黄色いライン、これについては、滑走の中心線です。航空機が固定翼機が、離陸する際の中心線を指しています。またあの昼夜を問わず離発着できるような体制ということで、黄色いラインの両端に点々という、ライトがついているかとご覧いただけるかと思います。なので、これを目がけて、固定翼機が発艦していく。またあの右側の赤と白のラインのところに赤いラインがポツポツポツというふうにご覧いただけるかと思うんですけども、こちらについては、この赤と白のラインよりも左側がこの航空機の離発着、発艦させるための区域であって、それより右側が、駐機もしくは作業する区域というふうになっています。セーフティーパーキングラインというふうには呼んでいます。あ、なるほど。で、灯火って何か名前あるんですか？灯火ないです。灯火はもうそのまんまなんですか？はい、なんでトラムラインの灯火、セーフティーパーキングラインの灯火をつけろというような感じで言っています。もともと黄色のラインっていうのはあってっていうことないです。ない。なんで今回新設した、うん、新しく塗装したのがこのトラムラインです。でこの昼夜問わずこう離発着できるようにこうライトもつけるようになったっていう。そうです。熱が、高熱に耐えられるようにというような塗装だというふうに聞いています。これまでだと高熱に耐えられない構造だったっていう、どういう、高熱ある程度ここの、甲板についても強度の強い鉄を使っているんですけども、それよりもさらに熱を、加えてもその変形等しないような、そういった防ぐための、塗装だというふうに聞いています。
それは第一次改修工事で、ここの部分も含めて全部作り塗り直したっていう、施工し直したって感じなんですか。いえ、違います。それだけ、はい、あそこだけという形なんですか。そうですね。この一部だけその耐熱にした理由っていうのはどういったことなんですか。ここが、ここが基本的にその、着陸させる基本的なスポットというような認識です。違う。なんで触っていただければ分かると思うんですよ、うん、そもそものところがそんなにこれ段差を上に鉄板を付け加えたとかっていう話じゃありませんので、うんうん、ですので1枚板のところをここからこっちを通常塗装で特殊塗装をしたというような、で塗装でその新しい回収電は航空機が助走をつけてテイクオフするときにこう安定して飛行できるように長方形になったということなんです。テイクオフ、航空機は離陸際に地面との間に発生する乱気流等を抑える。なんで左側、前は台形だったのでこういうふうに飛ばそうとすると左側だけ気流を受けやすくなるじゃないですか。なんで常に右翼も左翼も同じ、気流を受けられるようにといったところが一義的なのかなというふうに思ってます。それがヘリの運用とは違うってことですね。そうです。ヘリコプターは真上に飛びますんで航空機っていうか固定翼機、短距離飛べる航空機については、全部まで、滑走路を使うというところですので、ご質問いただいているところなんですけども、艦長としての立ち位置でお答えさせて、出雲型護衛艦はヘリコプター運用機能、あと対潜水艦作戦機能、指揮中枢機能、人員や車両の輸送機能、医療機能等を兼ね備えた、多機能な、護衛艦というふうに認識しています。でこれらの、機能に F-35B の運用を加えることとなりますが、今後ともその多機能な護衛艦としてのさまざまな事態に対応に応じて保有する機能を全能発揮できるように努めていきたいというふうに思っております。今回改造されて艦首の形状大きく変わっているんですけども、重量も変わったと思うんですが、それに伴う投函する上での何か変わった点があるとかですね、そういった部分がもしあれば教えていただけないかなと。この出雲型護衛艦といいますのはやはり艦橋を投函する場所から、他の護衛艦と比べて、近距離が非常に見にくくなっているというところがありました。また、今回の特別改造でその台形のところを四角形にしたことによってさらに、左右艦首が、見にくくなって、近距離の目標に注意しながらより、注意しながら走艦しなくちゃいけないというふうに思いました。内海航行されるのでやっぱりかなりご苦労があるっていう、はい、非常に注目を浴びてますんで、いろいろな船が近寄っていただけますんで、そこのところについては特に気を使っています。ありがとうございます。乗員の方々にその F-35Bの対応に合わせて、何か言葉はい、共に修理特別改造を実施してきた仲間として、十分信頼できる仲間が、今後加賀を担っていってくれるものだろうなというふうに認識しています。ですので、心配ありません。今後とも加賀の力については変わらず全能発揮できる体制になるんだろうなというふうに認識しています。今回 F-35B の運用するにあたって航空自衛官の方も、乗られることもあるかと思いますが、海上自衛隊と航空自衛隊の連携であったりとか、あと乗られる航空自衛官の皆さんのメッセージもありますでしょうか。今後ともに、運用していきたいというふうに思ってますので、一緒に、日本の国防のために頑張っていきましょうというメッセージを送りたいと思います。ありがとうございます。その中からしましたが、F-35Bを踏まえてプレコーに入国することがあるのかなと思うと、その可能性を踏まえてガバの母校がプレ基地であるメリット、デメリットをするというのもさ、その核が年間どのぐらいのリストのプレコーにいるのかというのを、はい、まず
F35B がクレコに入庫するかどうかといったところについては、まだ完全に特別改造工事が完了しない段階においてお答えするのは困難だというふうに思っています。あとクレコに入庫する日数等につきましても、その時々によって日数は異なりますので、年間によって大きく入庫する日数というのは異なるというのが現状でもありますので、そこのところについては、何ともお答えする現状においてお答えすることはできないというふうに思っております。あとプレーが母校であるメリットのメリットは、出雲につきましては横須賀にあるとおり、クレについては、クレ基地にありまして、その本州にあるというメリットはあるのかなというふうには思います、個人的には思いますけども、それ以外においてそのデメリットといったところについては感じたことはありません。これが攻撃型空母でないといったところにつきましては、艦長としてお答えする立ち位置にはないんだろうなというふうに思います。ただし、私の認識としましては、空母というのは現在国際的に定義されたものではありません。一般論から申し上げますと、米空母のようにもっぱら航空機の運用機能に特化した船舶、これが、攻撃型空母で指すものではないのかなというふうに認識しております。ですので先ほど申し上げたように、本艦については出雲型護衛艦は、多機能な護衛艦、ヘリコプター運用機能、対潜水艦作戦機能、指揮中枢機能、人員輸送機能、医療機能、こういったものを、兼ね備えた船舶だというふうに認識しておりますので、航空機に特化したものではないと。ですので、航空機、こういう型空母ではないというふうに私は認識しています。艦長として長年海事で勤めてこられた中で、一つこういう形の船が海事が持つようになったというところで、時代の変化みたいなものをもし感じていらっしゃるのであれば、何か所感があればお願いします。私それこそ30年前に海上自衛隊に入隊しました。その頃はこのような大きな船がなくてですね、でこれだけ大きな船が、海上自衛隊持つことができて、で、小型の船舶であれば日本の周辺海域を航行する際非常に揺られたなというような過去の記憶があります。一方でこれだけ大きな船になれば外洋も含めて運用ができるようになるんじゃないのかなというふうに思って、非常に心強く思っています。ありがとうございます。艦長としてこの1回目の改修を終えられた、その考えだったり、感想についてをお伺いしたいのと、あとはここ2回目の改修も行われると思うんですが、それについて具体的にどういったことが行われるかなどを教えてください。すみません、2回目の改修等につきましては今後の契約等になりますので、具体的なところについてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。第1回目の特別改造を終えての感想としましては、外観について大きく変わったといったところを認識しています。これだけの大きな工事というのは海上自衛隊にとって初めての大きな工事でしたので、大きな改修改造を終えてまずは一安心というのが率直な感想です。今後については今の乗組員がその練度を向上させて、訓練を通してですね、練度を向上させて、適切に多機能な運用をしていってくれるんだろうなというふうに思っています。今回新たに F35B が加わるということで、これが加わることによってより艦長として防衛力の向上につながるものだとお考えなのかということをお願いします。防衛力というのを一義的に、というところについては私の、お答えする立場じゃないのかなというふうには思います。ただ先ほど申し上げた多機能な運用というところの観点から、この F35B が運用できる体制を整えるということについては、その能力が向上したのかなというふうには認識しています。この加賀は、最新鋭の護衛艦だというふうに認識しています。で先ほど申し上げているように多機能な機能、それを、駆使しまして日本の、安全保障に、尽力できるような、それに努めてもらいたいというふうに思っています。そういった意味で改めて他の艦船とここが違うという部分、改めてお願いできますか。他の船舶であれば、一義的にそういった攻撃武器とかっていうのを搭載している船かと思います。で、日本の船舶を防衛する、もしくはシーレーンを防衛するというようなものが通常護衛艦なのかな。ただし、先ほど申し上げましたように、いろいろな機能を持っているこの船舶、については、その役割というのは非常に大きいものなんだろうなと。ですので、一般の国民の方々が一番想像しやすいのは、医療通数機能、こういったものが、この船が中心になってやっていくのかなと思います。
あとは人員ですとか車両ですとか、そういった大きなものを輸送できる機能がこの船には兼ね備えておりますので、そういったものにとか、運用を大きく、努めていけるのかなというふうに思っています。